コンやこれ。おお、うまそう。うん、うまっ。はい、おはようございます。めちゃくちゃ天気が今日もいいですね。最高の朝飯日和ですね。これはもうお腹もね空いてきて、昨日の晩はよく寝れました。いつも寝てますが、あー最高のこの抜け感最高ですね。気持ちがいいわ。牧場みたい。さあ今からねご飯の方を作って食べていきたいと思いますね。濃い目でいっちゃいますよ。さあこのね眠たい体にカフェイン入れてきますね。あいい香りが立ってます。たまらんわこれ。
ま。ケーキ、ケーキ食べたい。ベーコンやこれ。こんなもんでいいでしょ。よいしょ。こっちは。もうついでにね、ワンちゃんたちのご飯も焼いときます。ゆずちゃんは小さい方ですね。すげえ油。よっしゃ、ワンちゃんたちのご飯もできました。うわもう油がね、もう滴り落ちてますね。すげえこれ。抜いてきますね。ゆでたまご、いい感じ。これつるっと剥けるとき嬉しいですよね。何のち新しい卵のときはこれ剥きやすいのかな。何なんやろ、なんか書いてたけどな。うまそう。よし、あと2つ剥いていきましょう。よし、お餅の方いっちゃいますよ。ああ、うん、よっしゃ。ここに500の水を入れるって書いてましたね。200でちょっと、300これ入るから300と200入れちゃいましょう。こんなもんかな。おお、案外入れるなこれ。こんなもんかな。ドン。よっしゃ、これで煮立たせていきますね。この時にね、この辛めスープです。これトッポギのラッポキのラッポキのスープも入れろって書いてたんですけど、入れちゃって本当にいいのかな。これ入れちゃいましょう、もう書いてるから。うわ辛そう。これっていうか食べたことあるんですけどね、家で食べてました。これ辛いんですよ。俺ちょっとね、私には辛すぎたな、これ。麺はね、こちらの麺使っちゃいます。スープはちゃんと置いといてね、なんか違うラーメンの時に使いますね。このスープなんじゃこりゃ。餅がね、ぷよぷよしてきました。ぷよぷよ、餅がぷよぷよってなんかちょっとおかしいな言い方。餅がね、もっちりもっちりもなんかおかしいもっちり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 。東海地方に住んでる方はね、知ってますかね、餅吉の CM。 餅吉の CM 見てたらね、なんか揚げの中に餅が入ってるやつかな、揚げ餅。あれめちゃくちゃ食べたくなったあれあれ今度買ってみようかな。いやあれ餅吉っておかき屋さんじゃないです。おかき屋さんであの揚げに入った餅のやつが売ってるのかな。今度買って食べてみますね。これぐらいでいいのかな、これ餅もう餅の方に
できたんで、この麺の方入れていきますね。よっしゃ、辛っ。お、ラーメンの方ね、崩れてきましたね。よし、これぐらいでいいでしょ。これぐらいちょっと芯があるから、ここの時にね、もうお肉の方とか切ってね、卵も入れちゃおう。これ卵も入れて、そしてお肉です。お肉の方を切って入れていきますね。食べやすいでかさにね、切っていきます。でかすぎるとね、食べにくいですからね。これうまいやろ。ちょっと見た目のためにこれちょっとでかく切ろうかな。よっしゃ、ちょっと弱火や弱火、これ弱火。もうできた、できた、できましたよこれ。ちょっと火止めましょう。火止めて、この豚さんたちを真っ赤に染めていきますよ。豚を真っ赤に染めるなんて恐ろしいや。よし、おお、うまそう。これうまいぞ。昨日の薬味ですね。これめちゃうまかったからな、置いといたんですよちゃんとね、ラーメン用に。よし、完成です。完成じゃない、これチーズでした。ここにチーズです。よし、ここにね、完成させますよ。今からね、まだ完成じゃないです。ほぼほぼ完成ですが、やっぱり辛いものといえばチーズですよね。こいつを入れてきます。ほら、あはは、落ちちゃった。うまいぞこれは。これで、これでこそ出来上がりですよ。もうね、落ちたチーズぐらいね、私はね、拾って食べちゃいます。入れちゃいます。よし、そろそろできた感じなんで、おお、うまそう、完成ですね。火の方を止めてきます。これ絶対うまいやつ、絶対的うまいやつ、これ絶対おいしいですよ。あー、早く食べたい。よし、取っていきましょう。よし、取っていきます。うわわわわわわわ、これラーメンが伸びてんのか、ラーメンが伸びてんの、チーズが伸びてるのか、ちょっとわからないな、この絵面。うわ、うまそう。そして昨日の、これ昨日の薬味はね、ちょっと後ですね。この餅ですよね。餅吉は餅、餅は餅の餅吉の餅、言われ、これうまいやろ。ほら、チーズがとろとろ、やっぱこれ、ほら、やっぱりこれ、あ、うまそうです。よし、こいつに、あとは豚ちゃんたちですよね。豚たちも入れちゃいます。豚かどうか分からんくらいの時期ね。これもう豚かちゃんと分かるやったら、ちょっと、よし、ここに薬味入れちゃいます。薬味っていうかね、よし、これで完成ですね。よし、食べてこ、食べてこ。あー、風が心地いいですね。それではね、いただいてきますね。いただきます、いただきます。あー、おいしそう。いっちゃいます。おー、チーズ伸びてる、うまいそう。まずは餅から。うん、うまっ。
わ、辛さが全然マイルドになっています。チーズ入れるのありやな、これ。うまっ。豚の方もね、食べちゃいますよ。うん、豚油が甘い、うん、最高やわ、うん、ワンちゃんたちも気持ちよさそう、うん、この麺もやべ、この麺めっちゃうまっ。もっちり感出てますね。しかもね、チーズが絡むことによってね、もうほぼほぼチーズ食べてる感じ飛んじゃった。うん、チーズやんもう丸々チーズやんこれ。家ではね、普通にやってくれるんですよ。こういうとこに来るとね、なんかしないから。よし、さっきの途中、私も食べていきましょう。あとちょっとですかね。でも言ってももうないよ。まだ催促してますね。もうちょっと焼いてあったらよかったかな。カリカリやるか、カリカリ、うん、日陰行こう、日陰。
だ。もうね、セミが鳴き出してますよ。早っ、そんな季節なんですね。中はね、暑いですけど、日陰はめちゃくちゃ涼しいですね。気持ちがいい。昼寝日和やな、これ。こここっちの線にしていると吹き込んでも中から空気は抜けないようになってますね。これをね、これひっくり返すんですよね。ひっくり返すと抜けるようになってます。これがね、もう抜けていきますね。これでいいのかな。これでね、これだとね、でもね、これこっちにしておくとひっくり返すと抜けたら入もう入っていきませんね。空気の方はこれ2個ともね、開けちゃいます。開けてひっくり返しちゃいますね。ひっくり返すのが一番いいでしょう。よし、抜けてほしいです。空気抜いていってますね、こうやって。でもこのね、押さえつけて抜くんじゃなくて、これ違うんですよ。こいつです。こいつを使っていきますね。こいつもね、膨らますこともできるし、抜くこともできるんですよ。これがこいつのいいところですよね。撤収の方終わりましたね。ああ、気持ちのいいキャンプ場でした。今ね、ほら、登山に向かってる方もおられるんですよね、ここの山って。ここの山、800メートル近くて、登りやすい、1時間半ぐらい登れるのかな。そう書いてましたね、調べてみたら。一回登ってみたくなりましたね。琵琶湖も眺めれて気持ちよさそうです。今日はね、もうあと帰るだけなんで、ゆっくり帰りたいと思いますね。どっか道の駅でも寄って帰りたいと思います。それでは失礼しますね。帰ろ。Sometimes I understandMaking all the wrong demands in life, it never pays in the end. But still, I